こんにちは、今日はですね、簡単リナックスを、体験できるフェドラですね、旧レッドハットの、リナックスで、フェドラコアというんですけれども、最新バージョンの12がですね、なんとインストールしなくても、ISO イメージからですね、こうして、ブート CD に、焼いて作っ、焼くんですけれども、そちらの CD から、Linux をパソコンにインストールせず、CD ブートですよね、 CD ブートで、Linux Fedora 12を使うことが、できるようになっていますので、そちらの方を簡単にご紹介したいと思います。とですね、ちょっとアビラ邪魔ですね。入手方法なんですけれども、Google で、Fedora、スペース12で検索いただくとですね、 Fedora プロジェクトというサイトがあります。そちらの方を開くとですね、Fedora を入手とあります。で、こちらのですね、Get Fedora 12 Desktop Edition Now、こちらの方の、インテル互換ですよね、X86 プロセッサ互換対応のものでしたら、動きますんで、AMD ですよね、アスロンなどの、パソコンでも起動できると思います。で、今すぐダウンロードをクリックいただいて、で、ISO イメージ化ファイルなんですけれども、保存して、私のブロガー D4 の、動画に ISO ファイルを、ブート CD に焼く方法動画掲載していますので、CDR などにですね、焼いていただいて、で、これをもとに Fedora 12に Linux を起動させるんですが、じゃあ容量の方気をつけていただきたくて、ISO ファイルデータ容量 CD の方が、654MB ありますので、通常の CDR ではなくて容量700MB 以上のですね、CDR の方にをご用意いただいて、 ISO ファイルをですね、通常の、ブート CD に、焼いていただく必要がございます。こうですね、見えますかね。それでは、こちらの CD 使って、Linux を起動させてみたいと思います。それでは、ですね、まずちょっと動かします。見えないですかね。一応ですね、すいません、 CD を先に パソコンにセットしておいてください。で、通常ハードディスクの方から起動するんですが、CD ブート、CD から起動させる設定を行います。それではそちらの説明をご覧いただきたいと思います。Windows を再起動ですね。で、CD ブートの方はですね、BIOS 設定の方から出します。で、パソコンの方を再起動して黒い画面が出てきたら、デリートキーか F2 キーですね、F2 キー、 BIOS によって異なるんですけれども、こちらアスロック の、マザー使っていまして、 F2 じゃないと、ブートメニューですよね、BIOS 設定出てこない状態です。で、通常インテル の、マザーとかでしたら、デリートキーですよね。で、BIOS 設定メニュー出てきますので、こちらの BIOS 設定メニューでブートという、メニューあると思うんですが、こちらの方ですよね、ブートセッティングコンフィギュレーションを選んで、ホームネットワークではないですね、すいません、ブートデバイスですね、ブートデバイスなんとかで、こちらでファーストブートデバイス、じゃあ CD もしくは DVD になっているかご覧いただいて、もしもファ
ファーストブートがハードディスクなどになっていましたらですね、失礼しました。あ、ファーストブートがこうですね、ハードディスクなどになっている場合は、ファーストブートを CD に変更ですね。で、EXIT メニューを押してエスケープですね、失礼しました、エスケープボタンを押していただいて、EXIT で、セーブチェンジャー&エグジットを押して OK ですね。 OK もしくは YES が出ると思います。で、これであの CD ブートになります。これでも Linux 起動する準備入っていまして、 Fedora 12ですね、 Fedora Core 12です。今起動していますね。で、まあ、どうしてもあの CD から読み込みますんで、ドライブ読み込み速度にもよるんですけれども、まあ、あの通常のハードディスクよりも、まあ読み込み速度はやや遅い状態です。で、あの Fedora 12の利点なんですけれども、まあ、インストールしなくて簡単に、まあ、あの Linux に触れられる点とですね、あとあの、まあ、既存の Windows にもしも万が一トラブルが発生した場合は、その、例えば何かその Windows にあるデータを取り出した場合ですよね、こちらの Fedora、でCD ブートして、ハードディスクの中身を閲覧、データ救出なども可能になっております。で、インターネットの方なんですけれども、まあローカルエリアネットワークではなくて、有線 LAN ケーブルですよね。有線 LAN の方でしたら、まあ、問題なくそのままデフォルトで使えるんですけれども、無線の方昨日ちょっと試したんですが、ちょっとドライバー関係の方ですよね、読み取りづらくなっていて、無線の方まだちょっとあの確認作業が必要なんですが、ちょっとできない状態です。ちょっと時間かかりますね。じゃあの10分で止めさせていただきたいと思うんですけど、いけそうですかね。あのハードディスクにインストールしてしまえばですね、もうパパッと起動するんですけれども、その辺の注意点を含めて、そうですね、合わせて説明させていただきたいと思います。ちょっと時間かかりすぎてますんで、一旦動画止めますね。で、続きの方を説明させていただきたいと思います。